グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。暴走対策ウッドデッキ工事、雑草がなくなり快適なドッグランが完成。すでに新築当時にウッドデッキを作って10年以上使っています。土のままでは雨が降ると足元が悪く汚れてしまいます。敷地周りは雑草が所狭しとたくさん生えていました。自分で防草シートを敷いても草が生えてきてしまうのでプロに任せようと思ったそうです。ウッドデッキはご主人のスモークエリアの他にドッグランになります。ウッドデッキ下は防草シートを一面に張っているので草が生える心配はありません。ウッドフェンスで囲った空間はプライバシーが保たれてとても快適です。玄関脇も新しく土間を打ちポストを新設します。ポストの後ろに新しく木を植えて雰囲気に合わせてデザインをしました。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますのでお気軽にご連絡ください。フリーダイヤル 0120-041-301 です。お電話お待ちしております。